FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後1時を回りました。週刊ウィーラブ沖縄、パーソナリティの国吉真理です。関です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では、意外と知らない沖縄のディープな情報や、観光移住の際に役立つ一難ハック、おすすめのお店やイベントなどをご紹介していきます。番組を聞けばどんどん沖縄通になること間違いなしという情報をお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。改めまして、こんにちは。こんにちは。はい、もう11月、なんか今月すごい早いような気がするんですが、はい、で今年もあと2ヶ月カウントダウンが始まった、はい、ところですが、さすがにもう海は早い、海水浴は厳しいですか？海水浴は、ね、まあでも10月30日で沖縄も一応終わりなんですよね。海納めになるんですね。海納めっていうか、まあ内地だと普通に7月1日から8月31日までなんですけど、沖縄の場合は3月20日ぐらいから10月末まで。結構なもう長い間ですよね。そうだけど、まあもう終わりって、まあまあでもまあ、うん、まあ海水浴ってことはあんましないですからね。まあ県内に住んでる人たち、海水浴は少ないですね。うん、やっぱその、シュノーケルやるって言ってもやっぱウェット着るから、っていう意味では別にまだ行けるんだけど、まだまだ海に潜る、入ることはできる、まあまあ一年中できると思うんですけど、まあちょっと今年はちょっと北風吹くのが早い感じなんで、寒さ感じやすいですかね。寒さもそうだし、あと波があるからちょっと入りにくいのかなっていう感じはしますね。なるほど。まあ北風ちょっと気にしながら海遊びという感じですね。はい、はい、でも今日の週刊ウィーラブ沖縄は、前半に日本一の大津波は沖縄だったという話、後半は沖縄県の生物多様性についてお届けしていこうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。前半の日本で最大級、一番大きな津波は沖縄だったという話なんですけれども、はい、まあちょっとその話をしようかなと思ったのも、最近少しなんかちょこちょこ地震沖縄の方で観測されていて、ね、多いよね。そうですね、多いです。夜、まあね、動かない、じっとしてることが多いので夜の地震に気づきやすいんですけど、なんか窓がガタガタ言った、揺れたみたいなことが。だから東京にいるみたい。あ、東京それぐらい頻あるんですね。普通ですね、頻繁に。東京よりかは全然少ないけど、でもまあ揺れるなって思って。そうですね、頻度が少ないだけになんだか最近多く感じてしまって、ちょっと不安も。はい、はい、でこの間ね、たまたま僕知り合いと潜っている時に震度1の地震があったんですよ。砂辺で潜ってたら、まあね、すごい音、音がするんですね。なんか船と船がぶつかったのかなみたいな音で、ゴーンって、そう、もうドーンと音、ドーンなんですね。でうわっと思って、なんだろうと思って周りを見ても、魚たちも一瞬こう止まって、ドーンってなったから、シャッつってうわって動いたんだけど、それだと普通にまた動き始めて、何が起きたのみたいなんて、もう水面見てもいなくて上がったんですよ。はいはい、上がった時は地震だって分かってなくて、何があったんだろうと思って気象庁の見たら、地震震度1っていうのが来てて、その音なんだと思って、それ、これで震度1かってなりますね。
これ4とか5だったらどんななのみたいな、うんうんうん、恐ろしいよ、うん、恐ろしいです。でまあいろいろ調べていくと、うんうん、まあ 3.11 の時からまあ調べてたんだけど、うんうん、はい、実は沖縄がその大津波の高さ、あ、はいはい、日本一なんですよ。はいはい、あ、聞いたことありますよ。なんかみんな宮古とか石垣とかあの辺ですよね。あ、そうそう、だから、八重山、八重山大津波って言ったのかな、大地震って言ったのかな、うんうん、なんか明和、そう明和の、うん、大津波って言われてて、はいはい、明和っていうのは牧野さんっていう人が、書いた本があるんだけど、うん、1968年に、書いた八重山の明和の大津波っていうので、まあ明和の津波と呼ばれるようになったんです。だから、元号が明和だの時にであったってことですよね。そう、この人もともと共同しか共同のそういう共同で歴史を調べている人で、はい、石垣の役所にもいた方なんですけど、うんうん、その人が書いたので、まあ最大 85.4m だったっていう、まあ、推測だとは思うんだけど、はいはいはい、津波石っていうのは石垣でも山の高台にあるのは、その時の津波で、そこまで運ばれたって言われてて、その津波で結局沈んだ島にはハブがいないみたいな話があったじゃない。アグリとかもそうだけど、ね、うんうんうん、なんかそういうことがあって、まあちょっと地震が起きた時にどうなるのかなっていうですね。で津波が起こったらこれぐらいの規模で起こる可能性もあるじゃないか。ただ ぶっちゃけ本島には影響がなかったらしいんだけどね。その明和の津波の時には、うん、そんなになかったっぽいんですよ、はいはい、で地震の被害っていうのも、はい、東日本大震災とかっても家が倒壊とか建物倒壊してるじゃないですか、うんうんうん、はい、そういうのもなかったみたい。あんまりじゃあ津波だけだったみたいな。地震の被害というよりはなんです、ね、津波みたいね。だからそういう意味では災害対策の考え方が全く違う。うんうんうん、まあ違わないのかな、分かんないけどね。まあ、その家が崩れる心配というよりも高台に避難するっていう方が多分、うんうん、ただその沖縄の建物って1階を駐車場にしてるものが多いじゃないですか。多いですね。あの系の建物ってほぼ倒れてるんですよ。はいはいはい、まあ確かに基礎が空洞になってしまってますからね。だからあれを面で囲わなきゃいけないとかっていうのは、まあ、内地は結構今強かったりするんだけど、うん、それがないからっていうのと、古い建物が多いから、そうか、そんなに影響なかったっつっても、当時は多分1階建ての1階建て木造のっていう、普通のそうそう、まあね、建物だったと思うから、どれぐらい昔か分かんないですけど、うん、まあ、今みたいなコンクリートとか石造りのお家ってのはそう多くはなかったはずですよね、うん、だ難しいよね、どう取るかが難しい、うん、だコンクリート造りが大丈夫って取るのか、うんうん、でも東日本の時もそうだったし、その前の、仙台かなんかの地震かな、どこだっけな、まあ、結構災害がどんどんあるじゃないですか。そうですね、新潟とかもいろいろありましたね、まあ、それって大体ブロック塀倒れたりしてるんですよ、はいはいはい、だから今東京行くとブロック塀って、高さ何メートルのやつって間にちゃんと鉄板で挟んで倒れないようになってたりするんだけど、沖縄ってそういうこともやってないじゃない。そうですね、ブロック塀に関してはまだまだちょっと怖いよね、そういう意味で言うと、はい、でも怖いなとは思いますね。やっぱ子供が下敷きになって亡くなってるケースが結構あったんですよ。うん、だそういう意味ではこういう災害が起きないとさ、なんで県の予算とかもさ、うん、こういうところに行かないじゃない、裂かれにくいですよね、とっても。うん、だけど多分やるべきだとは思うんだけどね、うん、今も一応沖縄、まあ、全国か日本中で新しく作るブロック塀は6段以下までみたいなルールがあるんですよね。 あ、うん、あるある。で今既存でもそれ以上になってるやつもできるだけ撤去してくださいっていうふうには言われてはいるんですけど、多分ね、うん、東京はそれすごいその時にいっぱいあったんだけど、うんうん、あの耐震偽装のね、あの姉派さんだっけ、ほうほう、あの建築士が偽装してた事件で、はい、まあ、ビル建て直したりとか、うんうん、いろいろあった時代もあったんだけど、はい、あの鉄筋もちゃんと入ってなかったりするんですよ、あそのブロック塀の中に。そう、はいはい、でもう倒れっぱなしになってしまうんですね。そうそう、だからそれで人が死ぬわけだし、うん、でもその時はやっぱお金の問題があるから、うん、それで逃げちゃって、まあ、確認申請云々っていう問題は置いといてもね、はい、
まあ、多かれ少なかれやってるとこあると思うんですよ絶対に。あっちゃいけないんだけど、うんうんうん、本当は。だからそういう意味でも先にやるべきだとは思うけど、まあ、できない、何かが起こないとできないっていうところだから。うん、でも起こった時は多分相当な被害が出ると思うんだよね。 3.11 もだから終わってから、うんうん、俺3回ぐらい行ったかな、その被災地っていうところに、はい、1ヶ月後に1回行ってるんだけど、うん、もう沖縄あんまり飼ったことないと思うけど、ザリガニを飼ってた時にザリガニ死んじゃうと水槽すごい臭くなるんですけど、街が全部その匂いだった。なんでしょう、なんかもうその何とも言えないそうで、やっぱそこを片してる人がいて、うん、土砂をこう水で洗うにも水がないから、うん、なんかもう運んでる人がいたけど、うん、それ2回ぐらい、1回は手伝いに行って、はい、1回は物資を持って行ったんですよ。でもう1回はちょっといろいろあって行かなきゃいけないことがあって行ったんだけど、うんうん、あれを見たらなんだろう、で高台にやっぱりその津波が来た過去がの歴史があるんですよ、あそこも大船渡とかって。うーん、そうなんですね、そこも。でめっちゃ山の方に、はい、こっから下に家を建てちゃいけませんよって日があるんですよ。あ、その時にもここまで来てるからっていう、うん、はいはい。でもみんな不動産屋さんが宅地造成して、うん、売った家に住んだ人たちがみんな流れてるんですよ。でそれはすごいことが分かんない。4号線っていうさ、まあ、東北道があるんだけど、はいはい、右側は被災してるわけですよ、うんうんうん、左側は被災してないんですよ、はい、週末普通に4号線沿いにあるファミレス行列ができてるんですよ、はい、でも片やかっち側の人たちは家がなくなってるんですよ、うんうんうん、っていうのを間近で見てきたんです。それはそっか、はい、でそういうのを見たことがない人たちが県の財政をいじっていて、うん、こういうことがちょこちょこ起こってもそんなことないだろうっていうことで進んでるんだとしたらば、うんうん、これはすごい危ないことだと思うから、うん、でもその人たちは助けてくれないわけだから、俺たちは自分たちで自衛しなきゃいけないよねってことになっちゃうじゃないですか、まあ、そうか、住む場所をここにするとか選んだりもしないといけないし、うん、あ、だから俺高台に住んでるじゃない。そう、そうですね、比較的上の方に。俺があそこにいてだよ、はい、津波で飲み込まれてたら沖縄の県民多分9割飲み込まれてるよね多分。まあ、そうですね。リュークスタワーの上と内ぐらいかな、うん、残ってんのぐらいだと思う、まあね、あと首里の上の方とか、首里の上の方だよね、うん、と思う、うんうん、なんでそれを選んだかって言ったら、俺初め大山に住もうと思ってたんですよ本当に。ああ、もうそうか、比較ね、海の近くですよね。でも決まってたのも、はい、あ、住むとこも。なるほど。で 3.11 を経験してるから、うん、最後になぜか思い出せないんだけど、うん、ハザードマップを見たの。あ、したら大山真っ赤だったわけ。そうか、でも確かにあの辺は、まあ、敷とか周りも真っ赤だったわけ。もともとね、もうあそこ埋め立て地みたいなとこですし、ね、だから俺も無理と思って、うん、で変えたの。うーん、で今の場所にいるんですね。そう、あそこを借りたの、まあ、あそこも引っ越そうと思ってるけど、はいはい、うん、で停電するかしないかみたいなのも聞いて回ったんだよね周りに。あ、で停電はそうしないっていうのもあって、まあ、沖縄台風も多いですしね、うん、まあ、ただ残念なのは沖縄県の本島の中で多分一番混む交差点のそばじゃないかって気がする、うん、長田の交差点のすぐそばだから。まあまあ確かに結構交通量が多いかったり、うんうん、学校も多いですからね、あの学校多いから、あの帰国とか終わる時間とかも悲惨だもんねマジで、ね、多分通って大学生の人でもそうそうって思ってると思うんですけど。そう思ってる、うんうん、で観光客は金太子に来るしそうですね、そうそう、はいはいはい、なんかそういう意味ではちょっとやっちゃったのかなって気もするけど、そういう本当に、まあ、とはいえ、うん、あそこに住んでたって海に行ってることが多いから、海で被災したらどうするんだってあるじゃないですか、うん、はい、だそれも決めといた方がいいよなっていう。そうですよね、ルール、まあ、で家族と常に一緒に行動してるわけでもないですし、うんうん、もし違う場所で被災した場合にどうするかとか。そう、うんうん、それ俺はやっぱ、子供たちがいる時に東京に行った時は、はい、決めてたよ、ここ、はぐれて分かんなくなってもここって。うちは今、この辺ねって決めてるけど、うんうんうん、うちの嫁さんとは、はい、それはやっぱ家族全部で親族全部で共通認識していかないと
そうですよね。その、まあ、携帯がつながればいいですけど、つながらない状態になることが、まあ、おそらくほとんどだろうとは思うので、まあ、つながらないですね、うんうん、3.11 時の時はつながらなかったですね。東京、その時は東京に行ったんですね。つながらなかった、うん、東京丸の内にいた俺、つながらない、全くつながらないし、10回に1回ぐらいしかつながらない、うんうん、当時多分俺 au 持ってたけど、はい、つながらなかった。もうソフトバンクは絶対つながらないと思う。なるほど、うん、だからドコモでつながらなかったらアウトぐらいな感じ。それもだから親族とか身内とかでみんな家族割とかで同じメーカーにするじゃん、うんうんうん、あれは俺はその災害の時には良くないと思ってる。違う機種を持ってた方が連絡が取りやすかったりするよね。違う、その自分はドコモ au とか、そう、そう、はい、それはなんかすごい思う。 そうか、それはでも気づかないですね、うん、値段ばっかり言ってるんだけど、うんうん、災害になった時にドコモがすごいつながり悪くて、うんうん、au がすごいつながってた時もあったし、その逆もあったし、逆もあったし、はいはいはい、って考えたら家族でそれ持ってて一緒にみんなが逃げようと思った時に、うんうん、誰かが違う機種持ってた方が、繋がるよね、連絡ができるかもしれないですね。で情報が取れるよね、はいはいはい、だそういうことも考えないといけないのかなってちょっと。なるほど、俺結構ビビリなんで、はいはい、そうか。でもそういうのは経験していないとなかなか気づかれないところですね。いやでもね、あれ見たら多分そうなるよ本当に。俺がこの状況だったらどうするんだろうって。しかもさ、沖縄いいんで、あったかいから。寒いとこだったじゃん。そうですね。ちょっとその時だよ、そう、その寒い、本当に寒い時期じゃなくてよかったなって私でも思った記憶があります、うんうんうん、まあそれでも冬越すのが大変でね、仮設住宅で何年も生活してる人もまだいると思うしね、うんうんうん、だそういう意味ではちょっとどこで起きるか分かんないけど、沖縄のこの前八重山であったやつが一番でかかった。目はやったものが、はい、地震がこれ7、マグニチュード 7.4 って言ってるから、まあまあ全然小さくないですよ。そうですよね、うん、まあでもこの間震度1のやつも 6.5 とかなんかそんなだったかな。マグニチュードで言えば強め、まあまあ、そうそう、強め強め、うんうん、だから強めで、まあ、揺れが少なかっただけだから、うんうん、マグニチュードがでかいってことはパワーがでかいんで、うん、ちょっとそれは警戒した方がいいのかなって気はしてるけどね。そうですね、もう海にいた時逃げらんないよね。俺たちもうタンク背負ってるし走って逃げらんないもんな多分。その時はもう多分すっごい距離引いてくから、すっごい距離引っ張られると思うんだよね、はい、うんうんうん、津波が来るっつったら、もう津波来ちゃったら絶対死ぬから中にいたら、はいはいはい、だってもう時速何キロでさ来るわけでしょ、うんうん、で物が流れてきたらそれはぶつかっただけで死ぬじゃん、はいはい、車に跳ねられたのと同じような状況になるから、もうここはもう運に任せるしかないってなってしまうんですね。海の中にいる時はそうだし、うんうん、沖にいて船に乗ってんだったら沖に出てもらうしかないしね、拾ってもらって、まあ、それでも中に潜ったらもう終わりだし、はいはい、異変に気づけるかっていうことだよね。そうですね、確かに。もうそれぞれもう家族皆さんで、まあ、今できすぐできそうなものとしてはその携帯のキャリアを変えてみるとか、うん、なんかその辺はね、うん、人に、まあ、よるから、うん、うちなんかもあんまりそれをしようっていうことでやってないけど、まあ、でもうちの嫁さんとは違うキャリアにしてますよ、うん、実際したりとかも、あとは何かあった時の集合場所を決める、うんうんうん、それはまあ自分の夫婦だけでなくお父さんお母さんとか兄弟とかもみんな多分探す、うんうん、年配というか年いってる人がいるんだったらその人とは決めとかないと、うんうんうん、その人が無事かどうかっていうことの確認が多分一番心配なことになりますかね。心配なことでしょう。あと子供たちだと思うから、うん、その辺の連絡で学校にいるって言ったらまあ安全じゃない、ある意味、うんうんうん、学校が何かまあ、いろんな物資もここ中心に届きたりしますもんね、うん、だからその辺の考え方とかですね。あ、そうか、自分の家の近くのその避難場所みたいなのをチェックしておくのも必要ですね、うん、それで物資が来るとかいいよね。そうですね、うん、だからなんかうちのあたりだと龍大なのか、まあ、沖国近いけど龍大なのかどっちなんだろうとか思って、うんうん、まあ、とりあえずその地震の時に逃げるっつったら広いところに逃げるだろうから帰国、まあのグラウンドとか、うん、グラウンドに逃げて、うん、そこに物資が来るのかどうか、来ないんだったら龍大まで歩くしかないのかとか、うんうんうん、考えないといけないね。なんでしょうね、その避難訓練とまでは行かなくてもそのシミュレーション、頭の中でこう動こうみたいなイメージはしておいていいはずですね、うん、だからそれをや、うん、沖縄ってさ県自体でやらないじゃんあんまり。
あまりその防災訓練な鳴らしたりするのはなんか勝手に鳴らしてるだけで、じゃあ何しましょうみたいなことはないから、会社ごとだったりしますもんね、うん、だからその辺もちゃんと確認してない人はした方がいいかなっていう気はしますよね、うんうんうん、別に来なければ来ないでいいわけだから、はいはい、みたいなとこあるじゃない。だからその防災グッズみたいなのも、まあ、持ってた方がいいよねとか、うんうんうんそうですよね、うん、あとだから防寒着みたいなのってみんなあんまり持ってないと思うから、確かに家に入れなくて雨降って濡れちゃって寒くてガスがつかない電気がつかないってことになった時に、うん、多分寒いじゃないですか。死なないまでも体調は崩しますからね。だからうちはもうそれ、ボートコートとかあるから、もうそれを出して出して逃げられるようにしようとかってやっぱ言ってるんで、うんうん、そうですね確かに防寒着冬物とかって綺麗にしまっちゃったりとかすることが多いと思うんで、うん、1人前出し表にアウターは出しておくとか、あのキャンプ用のでさ、うん、アルミのこんな切りやつとかだけでもいいから、はいはい、なんかそういう防災グッズの手が届くところにあって、うんうん、その中に火を起こせるものと飲み物と飲み物とそうそうなんかそういう食べ物とちょっと入ってるような、うんうんうんカバンを1つカバンを1個あって、うん、それがだから2個ぐらいお尻に置いてあって何かあった時それ取りに帰って逃げるみたいなことができるようにしとかないと、うんうんうんまあ、車に1個積んどくとか。そうですね、なんかその辺はそろそろしないと怖いかなって思ってるうちも。なんでしょうね、その来ることを想像するのが怖くてなちょっと避けがちになってしまったりもするんですけど、うん、なんで来ると思って備えておく方が本当は安全安心できるですよ ね、 そうね。だからその辺は、まあ、各ご家庭にお任せするところなんだけど、しておいた方がうちは怖いなって、うん、もし来た時に過去に来てるわけだから来ないわけはないから、うんうん、津波があったでもしかしたら本島の方だけひどいかもしれない、トカラの方が結構揺れてるから、はいはいはい、だからその流れでこの辺沖縄すごいすごい近くで揺れてるじゃない、うんうん、なんか震源地うちの下じゃねみたいなこともこの間一回あって、おここなのかなみたいなのが気についてて、はいはい、いや沖縄本島まあまあ揺れてんなと思って危ないよなみたいなのはねちょっと感じたんで、うんうんうん、それはなんか確かにその地震がその物を壊すような地震なのか津波を起こす地震なのかは来てみないとわからないので神の水を知るところですね、うん、それはなのでな両方の対策をしておかないといけない両方かもしれないけど 3.11 両方だからね、うんうんうん、だってあの津波のシーンとかみんなテレビで見たでしょ。テレビでは見ました。まああれ生で見たら生きてないよと本当に本当になんか、うん、その最初は飲み込めなかったですもん。なんか仙台の空港かなんかもあんな感じで初め波がバーっていくわけ、はい、で封鎖されていくんだけど、うん、それテレビでさあ仙台の空港だって言ってるっつってたらさあ今津波が来ましたっつってだん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 その水位が上がってってな、うんうん、飛行機動かしてるわけ、はいはい、うわ怖えと思ったもん。そうですよ、ね、羽田はこの領域じゃねえだろうなもう多分沈んでんだろうなとか思って、沖縄の空港も多分那覇空港ってこうなるんだろうなとかって、那覇空港そうですね一部もあ、ね、俺なんかそれを見て想像してる結構、うん、はいはい、多分背中島飲み込まれるぐらいだよなとかってなんか、まあ、それを見ながらその大津院を高さを見たら、うん、背中島のホテルの上にいたらギリギリセーフなのかアウトなのかぐらいかなとかって思って見せたりするわけ、はいはいはい、そんなことになったらどうすんだろうとかって。なるほどそうか、うん、でもそ見て大丈夫な人はみんなそれ言うのを見ながらちょっとリアルに考えてみてもいいかも。だから泊大橋の上とか走れないもんね、うん、怖くてね一番上にいる時に橋桁落っこっちゃったら多分ここから下落っこったら絶対即死だよなとかって何もできなくなるんだよ、ね、あんまり考えすぎてしまうと確かに何もできなくなってしまうんですけど、すごいでも高速乗ってたら揺れるからね高速ああそっかあのたうーんみたいな都会からゆっくり揺れるんですかね。いやでもね車乗ってても自分で運転して酔うぐらい揺れてたからね。あその、3.11 の時に高速乗っててってことなんですか。そうそう、はいはいはい、余震の時に高速乗った日があったんだけど、はいはい、次の日とかも結構揺れてるわけずっと、はいはい、ずっと揺れてるわけ、はあ、でその時も34とかあるじゃない、すぐ高速とかも、ね、売れてるわけ怖えなと思って。
そうですね、首都高とかだから何日間か封鎖してたもんね。危ないよってことで、うん、そうか。だからそういうことも考えたら、うん、慣れてない人たちだし沖縄って。そうですね、俺はもう地震だっていうのに慣れてる人だから、うん、まあ、最近麻痺してたけど、東京帰ってポツッと帰ってもこれだ、地震じゃんと思って、揺れてるよと思って、うん、こっちあんまなかったら最近揺れてるから、あれ沖縄も結構揺れてるよねみたいな。そうなんですよね、うん、なね、震度としては 1,2 とか小さなものではありますけど、マグニチュードがでかいやつは気をつけた方がいいよね、うんうんうん、絶対に。それでだ、変な話だけど当たりどころが悪かった時に津波になるわけじゃん。どっか陥没しちゃって、うん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 、水中で何か陥没したら火山噴火しちゃったみたいなんで、はいはい、バーンと来るわけでしょ。そうですね、ここのプレートは大丈夫ってなんか先生方言ってるけどさ、分かんないじゃんそんなの。まあ可能性として低い高いっていうだけであって、怒らないとは言ってないですもんね。 3.11 なんて誰も予想してないんだからさ、うんうん、それであれだけの被害になってるわけじゃん、はい、最近でしょ電車開通、全線開通しましたみたいなこと言ってるんだって。ここ 1,2 年だよね多分。そうか、もう何十年ぐらい前ですもんね。20年ぐらい前じゃないですか。もう20年も前か。2011年、あれってだから 10年ぐらいか、11年でしょ。でやっと収まったぐらいでしょ多分、ね、まだ仮設住宅にいる人だっていると思うけどね、うん、って考えたらさ怖くない？本当ですよね。俺あとの10年仮設住宅だったら嫌だなあと10年で死んでいくぐらいだと思うから嫌だなと思うけど、もっと暖かいところでってとか思いますよね、うん、だちょっとその辺はね、あのどうなるか分かんないけど、明和の大地震とかって、うんうん、本当にマグニチュード 7.4 で、まあね、もうおそらく当時まだそこきれいに測る装置とかはなかったので、うん、おそらくそうだろうっていう数字だとは思うんですけど、これもでもさ3月10日なんだね。 3.11 ぐらいなんだね。怖いね。 そうですね、その頃は気をつけた方がいいのかもね。春先はやばいな、俺クジラだな船の上だな、船の上だなもう沖に逃げてもらうしか、そうだね、うん、逃げるしかないよね、うん、そうか、帰ってくる港がなくなってんだろうからな。そうですね、船にもじゃあもしかしたらその物資をいっぱい積んでおいた方がいいのかもしれないですね。まあ釣りの道具も積んどいてもらった方がいいかもしれない。そうか、まあ、潜って取るって手があるけど、うん、当時は多分ほらシュノーケルだからさクジラは、うんうんうん、そんなに長く潜れない、深く行けないし、まあ、でも一緒に行く人は漁師みたいな人が2人だから大丈夫かな一人漁師だけどね。じゃあ行けるかもしれないですね。被災起こせれば、うんうん、そうですね、そういう道具もあった方がいいかも、うん、まあでもちょっと冗談交じりも含めてるけど、まあ、うん、まあまあ最近多いじゃないですか、うん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 、だからその辺はね、ちょっとまあ一旦気を引き締めて、うん、そうですね、持ち物をチェックしたり、そのどこに集合したりっていう簡単なところから。3ぐらいは揺れてるもんね。これ2だっけ、震度2ぐらいあったよね。うちは多分2とかぐらいだったと思います。なんか結構揺れてるから、うん、本当皆さん気をつけて、気をつけて、で車乗ってる人は止める方がいいんで、車はそうか、止めないと危ない、そうなんですね、うん、高速とかも左寄って止まるとか、うんうん、もう揺れに気がついたら、はい、脇によって止まって、ハザードつけて止まる感じですね、はい、なるほどです。ぜひぜひ皆さんも、ね、はい、ちょっと防災の日は過ぎてしまっていますが、うん、今一度防災について考えてみてはいかがでしょうか、はI'm not the one who's running out of time.
半のコーナーではガラッとちょっと空気変えまして、いや、ね、自然を楽しもうというところですね、うん、そうですねまあ怖いところもあったりする自然ですがね、綺麗な楽しいものもたくさん見せてくれるので、そちらのご紹介をしていこうかなと思います。ね、まあ、世界遺産にもなったことで、ね、生物多様性っていう単語結構最近聞くようになったかなと思うんですけど、はい、沖縄、ね、この生物多様性に関してはピカイチだと伺っています。そうですね、うん、よくわからないんだけど、はい、見つかっていないものも含めて世の中には870万種類の、うん、まあ、生き物がいるってされてるんですよ。まだ分からないけどこれぐらいはいるだろうと、うん、はいはい、でこれはもう本当にバクテリアとかも全部含めて、植物とかも含めてなんですよ。なるほど。でこのまあ種類っていうことになると、うんうん、ちょっと難しい話があって、トイプードルとゴールデンレトリバーは、うんうん、で2種類だと思うじゃない。まあ、種類は違うって思っちゃいますよね。でも1種類なんですよ、犬犬という種類になるんですね。だけど台湾ハブと先島ハブは1種類かってなったら、うんうん、ハブじゃないの2種類なんですよ。ほうこれ何かっていうと交配できない、要するに犬って雑種にはなっちゃうじゃない、はいはいはい、まあ、さっきの例はあんま良くないけど、トイプードルとチワワだったら交配したら雑種が生まれるじゃないですか、うん、はいはいはい、台湾ハブとサキシマハブって交配しても生まれないんだって。そうなんですね、うん、だから、別々の種類っていう風に見てるみたい。交配できるかできないかなんだ。そうってことはだよ、はい、870万種類とかっていうレベルじゃないんで、多分もっといるんだよ種類として俺たちが認識してる区別って考えたらいるんだけど、それを一応生物学上なのか何学上か分かんないけど、このルールがそういうルールがあってやってて、その生物多様性がすごいっていうことで沖縄は世界遺産に、まあやんばる と、どこだ、西表 と、うん、あとどこだっけ、奄美の方でしたっけ、沖縄島とかだっけ、うん、なんか、うん、そうそう、うん、奄美か なったんだけど、はい、これってさっきの、まあ、見つかってないやつも含めてだったんだけど、うんうん、見つかってるやつだと125万種類ぐらいが見つかってる。125万種類でも日本は9万種類ぐらいしかないの。8万9000種類です。あー、なるほど、8万9、約9万って感じ。そう、約9万、うん、でも125万のうちの9万なんだけど、うんうん、日本の国土って世界の面積から考えたら360分の1だから、うん、って考えたら、うん、生き物の数が世界の14分の1なんですよ。それだと9万種類いるから、14分の1が、日本にいる、そう、日本にいて、はいはいはい、でもそれって面積で考えたら360分の1の地球の360分の1だよ日本ははいはいはい、まあ、世界200カ国の360分の1しかない面積に全世界の14分の1の生き物がいるっていう、はいはい、で比率で考えると、日本ってめちゃくちゃ多いんですよ。はあ、いろんな生き物がたくさんいる島なんですね。 それをまあ一つの言い方で言うとホットスポットって言われてて、はあ、世界の中でもその自然とか生き物が、めちゃいる飛んでるエリアでホットスポットだっていう言い方がまず一つなんだけど、うんうんうん、それがものすごい勢いで失われてってるよっていうのもホットスポットっていうんだけど、ダブルホットスポットですか。ダブルホットスポットが日本なんですよ。はあ、で沖縄なんですよ。だから世界遺産にして守ろうって話になったっていう。なるほど。その日本の中でもそのより沖縄に固まって、まあ、固まったっていうか、まあ日本の中で沖縄にどうしても生物が固有種が多い。固有種、また固有種という新しい単語が出てきましたね。固有種っていうのはだからヤンバルクイーンなんてヤンバルにしかいないじゃない。もうここにしかいないものってことですね。そうそう、それは東京にはいないわけだから、うんうん、それは固有種っていう、はいはい、で日本はその世界の生物多様性のホットスポットっていうことで言うと、うん、ホットスポット35に入っている国らしいです。35、多分メキシコかなんかが一番なんだけど、はいはいはい、そこの中からこうやっていって35に入っている。なんかホットスポットのその上位に入っている。そう、多様性がすごいあるっていう、うんうん、でまあ急速に失われて環境の変化が著しい、うんうんうん、で沖縄特に著しいですよ。でこれって、政治家の人はよく聞いてほしいんですけど、
はい、聞いていただけますかね。予算を組んで、箱物を作るっていうことをするじゃないですか、うんうんうん、まあ地球人はみんなそうなんだけど、はい、でそれをやったことによってこの多様性に影響があるんで、環境省さんは何をやってるかっていうと、うん、国立公園化しましょうとか。あでもここは簡単に触らせないっていう。そうそう触らせない。だから、国々なんかも何かを建てようと思っても世界遺産だから許可が下りないんですよ、うんうんうん、許可を出さないよっていうことをするためにやってるわけです、はい、で今回も、多分もうすぐ発表されると思うんですけど、はい、宮古島の八重地っていう、サンゴ礁、あそこは国立公園化の動きがあって、はい、されるだろうって言われてるんですよ。もうそれも守っていかなければならないだろうということなんですね。でもそんなところないので、うんうん、で日本にしかいない固有種っていうのはその9万種類の生き物がいる中で2000種類はいることが分かってるんですよ。9万種類日本にいるじゃん、生き物とか生物とかが、はいはいはい、そのうちの固有種、日本の固有種ってのは2000種類。なるほど、まあ、9万中2000しかだからまあ固有種はいないんだけど、うんうん、まあ、それでもまあまあいる。で哺乳類の、22%、うんうん、虫とかは 38%。 虫とかの方が少し多めなんですね、うん、であとまあ普通の、なんだろう、生物が74%。それ以外のものか、で固有種っていう調査もあるって言われてるんですよ、はいはいはい、なるほど。で結構だからそういう比率で言うと日本って多いんですよ。すごい貴重な場所ではあるんですね。うん、まあ、うんうん、島だからっていうこともあるんですよね。沖縄もそうだけど固有種が多くなりやすいじゃないですか。そうか、その物理的にそういうことになりやすいのか、うんうん、確かに。だからまあダーウィンの進化論みたいなのがある、あのガラパゴス諸島、そう、あ、はいはいはい、あそこも世界遺産じゃないですか。固有種がすごいと言いますよね、うん、あそこの、動物の固有種って110種類で、うんうん、まあ日本と同じ島国のイギリスとか、うんうん、これらの動物の固有種っていうのはなかったりするんですよ。イギリスには固有種はない、いないんですね。いないみたいですね。そうなんだ。あと遺冠植物って、これ何かというとシダみたいな木あるじゃないですか、沖縄で。シダ、あとヘゴとか、ヘゴとか、はい、ああいうものとか、まあ、ツクシとかもそうなんだけど、こう、うんうん、なんだろう、水を吸い上げる管が、はい、繊維の管がついてる植物のことを、あの遺冠植物っていうらしいんですけ ど、 なるほど。これが日本は、5300種類、固有種が1800あるんですよ。へ、イギリスで1623で固有種160しかない。まさか、その日本にある固有種よりも少ないんですね、イギリスにある。もともと全体の数が、そう、日本は固有種で1800なんだけど、イギリスは、全体で1623しかないから、それの時点で少ないじゃん。で固有種になっちゃって160だから、もう10分の1以下なんですよ、うんうんうん、だからもう比べ物にならないぐらい、はいはい、まあ、ヨーロッパとかよりもはるかに生物はすごいとこなんですよ。そういう自覚は全くなかったですね、なんか。うん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 、でも言われてみたら、イギリスとか行って確かに生物はあんま人間ぐらいしか見ねえよなってなるでしょ。人間かリスかみたいな。なんかそういう感じじゃない。はいはい、だからそれが、まあ、日本だけでもそういう状況なんですよ。うーん、でこっからがやっと沖縄の話なんですよ。あと何分あるのみたいな感じなんだけど、うん、まだまだあり大丈夫ですよ。そう考えたら日本の中で見ると琉球列島の固有種の多さはすごいんですよ、うんうんうん、そうですね、うん、哺乳類っていうことで言うと、はいはい、琉球列島には19種類いるって言われてるんですよ。哺乳類の固有種、そう、日本、琉球列島にいる哺乳類が19種類。ああ、なるほど、はい。で固有、要は沖縄固有の、うんうん、哺乳類は15種類なんですよ。あれほとんどじゃないですか。まあ、数字すると 79%、うんうん、で虫も56種類のうち、うん、56種類いるんだけど、はい、43種類は固有種なんですよ。へ、比率が全部 70% 超えなんですよ、まあ、80% 近いも。そうなんですね、うん、じゃあ私たちが今当たり前に見ている植物だったり生き物だったりがもしかしたら固有種なのかもしれない。あ、そうそうそう、だからそういうことを世界遺産になったから、うんうん、
ちょっと知ろうよっていう会ですね。今日は会なんですよ、はい、でも確かに地震に気をつけながら生物多様性なんだよって、だからそれをだからもう、まあ、僕なんか海に入るっていうか潜るから、うん、いろんなものを見るんだけど本当に見たこともない、みんなが多分水族館でやっと見れるようなものも自然で見れるんですよ、うんうん、どういうふうにこの人たちが生きているのかなっていう様子が見られるんですか、ね、あ、そうそう、だから本当にみんなびっくりするけどビーチからエントリーして、うん、マダラトビエイが見れるんですよ沖縄って。はー、ビーチから行くんだ。ビーチで女さんのお菓子御殿のところですよ、はいはい、あそこから入って普通にマダラトビエイいるんですよ。いるんだ。3回、最近3回行ってるけど3回とも見てますよ。じゃあそこにいますね、住んでますね。 そのエリアに住んでると思うのね。でウミガメもそのエリアに多分20匹ぐらいいるんだけど、うん、もうなんかウミガメは大体いるとこ分かるからもうここにいつも寝てんなみたいなのあるんだけどはい、はい、でもそれでもやっぱり絶滅危惧種だったりするわけですよ、うん、あんなによく見はするけれど、うんうん、だからなんかそういうことを含めて当たり前なんだけど沖縄は、うんうん、全然世の中から見たら当たり前じゃないんですよ。この当たり前がすぐにでもなくなる可能性が大いにあるっていうこと。だから浦添とかも軍港を作るみたいな話があるじゃない、うんうん、ありますね。で辺野古もほらいとも簡単に埋め立ててくれたじゃないですか、うんうん、であんなに資本がいるよとかっていう話はしてたのに、ね、だからそのしょうがない大外地としてね、そこを差し出した名護市が、まあ、差し出したこと、うんうん、まあ、今日は基地の話じゃないからそこはあんまりしないけど、差し出したんだったらば、うんうん、そこの生物の調査をしてそこにしかいないやつも多分いただろうし、うんうん、すごい変わった生物もいっぱいいるんですよ、うんうんうん、でそれをちゃんと環境省とか入れて調査をして移植するとかしてやるぐらいじゃないと守れないよね、うん、そうですね、ただはいじゃあ作りましょうって言うんじゃ無理ですよね、うん、だからもう環境省に、まあほら僕は環境省に出入りしてるというか何回か取材で言ってるんだけど、うんうん、もう全部国立公園にしちゃってもう環境省反抗さなかったらできないようにしちゃえばって言ってるんだけど、もう沖縄中全部それにしちゃえと。関さんたちも送るでも許可いりますよって言うから、それは特別になんか反抗してるっていう。だって俺たちは何も害はないわけじゃん。まあね、汚すけどね、中入っちゃって汚してんだろうけど、はいはいはい、うん、だからそういう意味ではその政治やってる人たちもそのお金を動かして効率を考えて、うんうん、で先元部の、ね、ハーバーみたいなのも桟橋をゴリチョンのところに作ってるけど、うんうん、あれだけだってすごい生物多分死んでるし、なんか多分私たちが想像している以上にその与えるダメージは多いんですよね。水中海この間潜ってて工事やってたんですよ、うん、はいはい、でまあ、当然入っちゃいけないとこはロープで中でもね水中にもあるんですよ、でそれ避けて入ってるんだけど油臭かったもん、うん、そうか、油が流れてしまってるんですね。だから多分油臭いなと思って、うん、でもやっぱ下の砂質も変わっちゃうわけ、うんうんうん、ちょっと泥っぽくぬるっとしてみたりとか、そういうのはそうそうって思うよね。そうですね、それだけでその生き物が死んだりするものじゃないにしてもですよね。多分俺違う意味である程度引退した時には反対運動するかもしれない、うん、そのなんか違うその基地の埋め立ての反対の座り込みとは違ってこういうものをちゃんと残していく順序っていうのをもうちょっと整えるべきなんじゃないのかなっていうのと、沖縄の人っていうか沖縄で生まれ育った人は別にその俺そのなんだろう政治でどっち側っていうのはないんですよ、うん、何党がいいとかもないんだけど、はいはい、その残していかなきゃいけないもの、うんうん、と、はい、まあ作らなきゃいけない部分もあるじゃない、例えば住むとこは作らなきゃいけない、でも今ある古い建物を壊して新しく作り変えたらいいわけで、うんうん、新しく土地を開発してやることって本当にいいことなのかっていうのをもう一回なんか県で考えてほしいよね、うんうんうん、なんか俺開発業者さんからもやっぱりそのほらねマーケティングの仕事してるからタイアップしてくれないですかって言われるんだけど、うん、やらないんですよ俺。気が進まない、ね、すげえお金出るんでやりたいんだけど、うん、はい、やらないの。だってなんか自分のさ思ってることと違うことに手を
なんだろうね、自分の守ってきたものみたいなものがあって、それをなんかいくとも簡単に崩してしまうものって思って、はいはい、今回もお断りしたところがあるんだけど、別にそれ悪いと、それ一方的に悪いとは言わないんだよ、それ開発していくことも大事なんだけど、その地元のこととかそこが変わっちゃって、でも稼げなくなった時に、その例えば施設作って稼げなくなる時が来るよね、どんどん開発しちゃったら、で他行くんでしょって話じゃない、でこの場所を使い捨てにしてしまうの？そうそう、だから ある意味そういうところを見た時に星野屋さんとかってすごいなと思って見てるんですよ。あ、確かに。うちなんかも取材してね、いろいろ一悶着ありましたけど、まあ、で再生させていたりとか、再生させてるのもそうだし、なるべくその自然に触らずに生かした方法で、読谷村のところはね、自然残したまんまバンタカフェとか作ったでしょ、ああいうところには賛成なんですよ。そうですね、だ開発する部分というか、やっぱ宿泊施設としてやっぱここがいいところなんだってことを売りたい、それは大事なんだけど、でもそのビーチを壊すのかって言った時に、その軍港とかさ基地とかだとさ、もういとも簡単に埋めるじゃん、ね、なんで埋めんだろうと思うよね、なんかそこが一緒じゃないって思いますし、よりなんだ逆に気を使ってほしいなっていう、だからそこはもっと調査をしたりとかすべきだし、埋めるんだったらそこに住んでる魚とかもいるわけだから、逃げる時間ぐらい与えてあげないといけないんじゃないかなと思うね。同じ生き物なので、魚にもいいかいって聞いてみたらとちょっと思ったりもしますね。なんかね、意思やないだろう、頭悪いだろうと思ってるんだけど、魚でちゃんと分かっていて、こっちの目を見るからね、ちゃんと。でもなんかその生き物を飼ってるとそれはすごい思います、この小さな体とか頭でいろんなこと考えて、考えてるこっちのことも認識して、じゃあそれがだからなんか SDGs みたいなことを言うんだったら、多分そこがスタートなんだと思うんだけど、どうもそのお金だけを見てるのか何を見てるのかわからないけど、開発ってことでやったら、その道路を作ることだってさ、山を崩せばさ、そこには虫がいて生物いるわけで、植物いるわけじゃないですか、なんかそういうことはあんまり議論されないから、なんでなのかな。で結局その世界遺産になってる方はすごいことなんだけど、すごいっていうことの反面違う、あなたたちがどんどんそれを死滅させていってるから、守るために世界遺産なんですよっていうところだったり、こうしなきゃ守れない状況になってしまったっていうこともあるんですね。で一応そのやんばるの場合は山だけなんで水中は入ってないから俺たちは潜れるんだけど、それ海とかもやられると、入れなくなっていくわけだから、だからそういうことも考えて、自分たちの遊ぶ場所を減らさないためにも、であと生まれ育った人たちもたくさんいると思うんで、これは僕は本当に生まれ育った八王子というか、生まれたのは新宿なんですけど、育ったのは八王子とか多摩なんですけど、多摩ニュータウンができて、僕が子供の頃見た景色はないんですよ。そうです、何回もすぐ聞くけど、なんか寂しいだろうなと思います。で地元に帰っても同級生の家とか場所変わってたりするわけじゃない、で昔よく麻雀やったよなっていうやつのとこ行っても、もうあの家ないんだよって言われるわけですよ。そこも開発してるからね、変わっちゃって、それっていいことだったの悪いことだったのって言った時に、今はもう本当にゴーストタウン化してるわけですよ。高齢化が進んで、日本一高齢化進んでる街なんで、たまに言うたんって。そうですね、だからシャッター街ですよ、あのお店は全部。でそこも今無理やり入れてるけど、介護施設とかが入ってるから当然夜はシャッター街なんですよ。変わんねえじゃねえか、なんか街が盛り上がるのか盛り上がってるのかって言われればそういうわけではなくて、そうだから難しい。でもその身近な駅にはさ、サンリオピューロランドがあるっていうさ、そのなんかギャップを感じる、年寄りの家の街の中にサンリオがあって子供たちを連れてきて、それがあるからまだ子供たちがいるんだろうなみたいなところもあるし、それを見てね、でコストコができて俺の同級生のやつのところのお店とか閉めていったりするのを見てるわけですよ。それでも沖縄コストコ誘致するでしょ、地元の業者って死なないのかなって、それ本当にいいことなのかなとかってちょっと思う。それはなんだろうと思って、それを誘致した人たちとちょっと話がしたいなと思って、今度呼ぼうと思ってますよ、南城市のね、誘致した市長呼んでちょっと小田さん呼んでちょっとお話をしてみたいなと、ちょっと真面目に思ったこともあるんだけど、
でもそういう意味ではこういう生物、まあ俺が生き物好きだからっていうのもあるのかもしれないけど、でもまあその生き物たち、ね、人間以外の生き物たちを無視して生きることもできないですしね、うん、と思うんだよね、うん、まあ、多分かといえ、ね、殺虫剤は撒くんだけどまあうまいこと共存していきたいなっていうところなんですよね。家の中には入らんでほしいけど外にはいていいよっていう、まあ、だからちゃんと生きるとこがあれば、はい、家の中に来ないやつもいるし、うんうん、家の中で悪さしなくて来るやつもいるし、うんうん、まあそれっていろいろじゃないですか、はいはい、って考えたら自分たちが住んでるところって沖縄って結構多いんだけど雑草入るからってみんなコンクリート打つじゃん駐車場も、はいはいはい、あれ本当にいいことなのかなってちょっと俺は思ってるよ本当に。そうか確かに やりがちですね。それをやっちゃうからこうなっちゃうんじゃないの、うん、っていうのもある。だから それが多分便利なこと鬱陶しいことからの解放なのかな、分かんないけど、まあ、多分その雑草の入るスピードが速いので処理しきれなくてっていうとこなんでしょうね。なんか俺でも毎月、うん、うちのかみさんのお父さんとこの墓の周りとか草むしり一人で、うんうん、まあ一人じゃないけど嫁さんとか行くけどもう気になってしょうがないから行くんだけど、うんうん、別に毎月でやったらやればいいじゃんと思うんだけどね。多分そんなまめな人たちばかりでは私のこと言われているようであれなんですが車で、はい、そうだよそんな草むしりなんかやってらんねえよっていう人は多分いっぱいいると思うんですけどうん、うん、でも土がないところで生活したことがないからそうなんですよ、うんうん、俺大阪にちょっと住んでた時に、はい、門真っていうところ住んでたんですけど、はい、近くに公園とか神社の境内がね土がなかったの。街中歩いてても土を踏めるとこなかったんですよ。なるほど。ウォーキングずっとアスファルト歩いてんの、うんうんうん、もうねそれがすごい嫌だった。な息苦しい息苦しいし、はい、で公園もこんなね、うちのそばとかみたいに広くないから、うんうん、そういうことを考えたらやっぱ生物とかがいる方がなんかまあ人としても元気になれる気はしますよね。なんかね麻痺してんだよみんな。公園に盛り花が咲いてるなんてないんだからどこ行ったってだそういうの大事にしなきゃいけないんだよもっと。それはなんか当たり前になってんじゃん、うんうん、街路樹でさ、ね、タコの木があったり、うんうん、アダがあったりするのは他の県はないんだから、はいはい、まあ実がなるものをちょっとそこに植えるのよと思うけど台風でいっぱい飛んでくるだろうみたいな思うんだけど、それぐらいでもないんですよ、うんうん、だからそういうのをやっぱ大事にするっていうことをやっぱ子どもの頃からちょっとしてほしいなって思うし、うん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 、だってハブだってさ、まあ、取って外来種のねものはあるけどもともといるあの蛇とかもいるわけじゃない、はい、そしたらやっぱそれは守んなきゃいけなかったりするしさ、まあね、害があるものとはいえそれその全部殺しいわけじゃないから、はい、いなくなればまたたくさんのものが変わりますからね。だって海蛇いっぱいいるけど、うん、毒だよ、うん、噛まれたら死ぬよ、うん、俺ら周りにニョロニョロ泳いでるけど気にしないよ。向こうは逃げるからちゃんと、はいはい、ちょっかい出さなきゃ何もしないからさ、うんうん、だから共存ってそういうことだと思うし、うん、もっと子どもたちにもなんかこういうことを教えてほしいから、なんか環境省とかにもこういうサイトがあるし、うんうんうん、県にあのレッドデータですね、レッドブックもあるので、はいはい、そういうのも見て、お父さんお母さんは見ないと見ないと思うから。そうですね、まあ、ちょっと今これのラジオを聞いてくださっている大人の方たちが、ね、うん、分かりやすく子どもあの、ね、一回見てもらって子どもたちに伝えてもらうっていう。生物多様性がすごいんだけど滅んでいくのも早いんだよっていう、だから守んないとっていうところなん で、ね、はい、確かに何でしょう、守るのはすごく大変だけど亡くなるのは一瞬ですからね、うんうん、いろいろ考えていきたいなと思います、はい、はい、今日はね自然にのお話たっぷりしてみましたけれども、はい、そうですね、たまにはこういうのやんないと、うん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 、でも何でしょう、本当に身近にありすぎて気づいていないものをね、関さんとかみたいなあの県外から来た人に普通じゃないんだよって言われる、なんか定期的に言われることは大事かなとちょっと実感しました。そうですね、うん、なんかそれは思いますね、うん、そうついね、またあ当たり前のようにあ下がり花咲いてるねとかで、まあ、適当に流しちゃったりとかしがちなので、はいね、異常ですか、なんかね、とっても特別なことなんだっていうのをちょっと、ね、改めて
覚えておきたいなと思います。はい、それでは来週もこの時間にお耳にかかりましょう。それでは。